ピータペサチャンネルです。今日はキャンピングカーではありません。道の駅と北海道の道の駅2周終わりましたので、自分たちのご褒美に今日はホテルに泊まりに行きます。どこ行きますか？美瑛森の旅程でしたっけ？美瑛森の旅程、全部で17室しかない、旅館っていうのかな。で、すごくね、泉質もいいので、今日はそこに2人でちょっとのんびりしていこうっていうふうに思ってます。白金温泉なんですか？白金温泉、青い池のそば。青い池のそばだそうだでもとってもいいところで、年に1回行ってます。ここ何年か通ってます。はい、じゃあそこの、ホテルの中とかもし撮れたら皆さんに紹介したいと思います。じゃあまた後でね、バイビー。撮影とかお部屋とか撮っていいですか？はい、あ、はい、ありがとうございます。素敵だから、本当だ本当だ。手の消毒のやつですよ。今お茶ご用意しますので。あ、すいません。自照明があるのですごくお安くなります。リンゴ、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 リンゴ。ちょっと階段を降りていただいて。音が。これは本日103号室でございます。はい、こちらに、こちらが来られるときは、お部屋の番号のところに、はい、入れてください。はい。はい。お住まいのところはまだ雪全然ないです。全然ないですね。はい、先週は苫小牧に、留萌の苫小牧まで行って、その前の前の週は島牧。苫小牧のあたりはちょっと先週すごい吹雪ました。沼田のところ、深川と留萌の間すごい吹雪いてましたね。ここより多いですね。いやですね。はい。はい。はい、さんの楓でございます。はい、はい、じゃあ失礼します。はい、はい、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ。うわ、あったかい。はい、はい、初めてですね、この形。はい、冷蔵庫の中の、今ミネラルウォーターと、黒豆茶を入れさせていただいてるんですけど、はい、こちらはご自由に、はい、お召し上がりください。あとコーヒー紅茶ですね。はい、はいはい、あと花嫁の特典の、写真立てですね。こちら、写真立て、フォトフレームですね。旭川のちょっと業者さんにオリジナルのものをちょっと作っていただけ、いただけるんですか？離れのお客様の特典になってまして。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
はい、ちょっと、まあ、通常料金というかそういう形で元のお値段ですね。え、その時にこういう特典をつけさせていただきます。はい、ありがとうございます。写真とかこう入れて食べれるもんですね。はい。はい、部屋が5つぐらいなら、その3番目、楓と言っていたかな、純子。2回泊まったかもしれない。ここはクローゼット。もうすでにテレビにはアマゾンをつけて。こう横にあったのでつけれましたけど、つけれない旅館もあって何も見れない時もありました。ここはお布団部屋ですね。ここにサムネとかありました。もう早速やってます。アマゾンリモコンです。チータラを買ってきました。冷蔵庫、サービスです。水もサービスです。これもサービスです。おしゃれですね。これなんだ。あ、ドライヤーだ。歯ブラシだって。おしゃれ。おトイレ。ネルヒーター戦わないです。あー、床暖みたく効いてますか、足元が。寝室はよかろうと思います。かけ流しですね。おお、ここは足が冷たい。
こちらですね。今お吸い物出来上がり次第お持ちいたします。はい、うん、これはソイか、うん、これがソイですね。明日か明後日には上がる。嬉しいです。ありがとうございます。お願いいたします。そして栗大根の炊き合わせでございます。はい、どうぞ。はい、この後天ぷらご用意してご飯も一緒にお持ちしますか。はい、大盛り普通で大丈夫です。少なくていい、はい、はい、まいたけの天ぷらです。天津部なんですよ、ね、最高品質のエビってネットに書かれてるので、あの味わってみてください。あ、エビの濃い味が結構きちんとしますので、わかりました。ご飯で出来上がり次第お持ちします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、料理美味しいですよ、ね、ありがとうございます。黒千の奥豆のご飯と赤だしの味噌汁です。おかわりも受けたまりますので、たくさんお召し上がりください。はい、おー、言っちゃいそうです。でも喋ってたんで、はい、北海道では1番、2番のランクに入るんですね。本当ですか、ありがとうございます、ね、お料理もお部屋も大きいところ好きだな、ここで。そうです、あげますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。くれなかっただけなんだって。
朝ごはん。朝ごはん。ご飯とお魚と味噌汁も来ました。これで全部かな。これかけんの？うん、あのカツオ節と。これここに直接入れない、ここを取ってから。鰹節と刻み海苔とあんをかけました。最後にブレンドコーヒー、大豆ブレンドコーヒー。おつまみおしゃれだね。すごい。18、19、20なくて21。お部屋が11から50室分もの1位なんだ。ここが1、2、3番目ですよ。5つあるんですよ。1、2、3、4、5。すごい雪の量だね。すごい雪の量だね。うちは泊まったことないんだよね、どんな風になってるの。ちょっと行ってみようかな。さっきちらっと映したけとても素敵な観光案内、おすすめ観光スポットのスタッフが手作りで作った観光スポットの案内見せてもらってます。もうすごい感動しましたね。すごい素敵です。
こういうところでなんかここの宿の心意気を感じます。本当に素敵なお宿です。毎年来たい、絶対来たい一軒家ですね。はい、ここは JJ と PB が大好きなお宿となってます。はい、2個目、2冊あって2冊目 JJ なんか真剣に見てます。どっかいいとこ連れてってくれそうですよ。じゃあね、バイビー。すごい雪ですね。そうですね、ちょっとここら辺、あ、ちょっとでも山の分だけちょっと量多いですかね。おはようございます。 JB ラブサチャンネルです。昨日はとても素敵なお宿に泊まりました。これから家へ帰りますが、すごく天気あんまり良くないんですが、すごい情緒があって素敵ですね。先週は吹雪だったんですが、今週はのんびり帰れそうです。どうでしたか？とってもいいお宿でした。また来年来たいです。また来年来たいです。ぜひ皆さんも一度お泊まりになってはいかがですか。はい、じゃあまたね、バイビー。白い雪です。絶対食べられない。